それでは、まず色を塗っていくということで、絵の具の解説と、アクリル絵の具の特性とか、あとはそうですね、パレット。私はこういう紙皿を使っております。これを2枚に重ねて、1枚だと薄いので、かなり軽いですね。使いやすいです。そしてこれになんとアルミホイルをかけます。いいですね。これとちょっと大きめのサイズに切ります。最近はもうエコとかサステイナビリティとか割といろいろうるさいので、こういった形で紙使ってることと、あとはもうアルミホイルにしておけば、初め私はサランラップの方を使ってたんですけれども、サランラップですとどうもあれですね、やはりプラスチックですので、何かと再利用できない、これでも再利用できないんですけれども、できないもんなんですけど、アクリル絵の具はプラスチックの素材と同じなので、でもまだホイルを使ってる方が 良心的かなっていうことで、私はホイルを使っております。こんな形でアルミホイルを敷きます。アイスクリームの 外国のアイスクリームなんですけども、の容器を、もうここではみんなアートをする人おなじみ、こういった容器をだいたい水入れにしております。これを使います。皆さんもなんか、そうですね、空いたボトルとかでもいいですので、そういったものをご利用ください。こんな感じでね。あと、それと何か筆を吹く布、これはですね、うちの娘が使ってたモスリンを切って、普通絵の具のあれにしたものをちゃんと洗ってあります。で、こういったものを使ったりして、で、何か布、タオルでもいいんでね、アクリル1回使うと洗ってまだ使えることはない。2、3回でもうカピカピになってくるんで、布が、何かもう使うと捨ててもいいものがいいですね。こういった形で何らかの、布をご用意ください。そうですね、次は絵の具の解説なんですけれども、そうですね、私はその初めはもうかなり安い、例えばそのこちらのオーストラリアなんですけれども、で買えるような、ディスカウントショップですね。ディスカウントショップで買えるような、こういうモンマルトっていうんですけれども、こういったメーカーの絵の具で、最初は練習かなり1、2、3年やって、それからの徐々に、こういった、ここで大体そのプロフェッショナルとかプロの方が使ってらっしゃるのは、このアテリエのインタラクティブっていう文ですね。これかなり古いんで、デザインとかパッケージが変わってると思うんですけれども、こういったブルー、こういったメーカーもあります。で、オーストラリアで有名でちょっとプロフェッショナルが使うのは、このマティスっていう、デリバンっていう会社が作ってるんですかね、のメーカーですね。それから、安くて比較的使いやすいのはこの同じなんですけど、パティで違うんですけれども、リーブスっていう、なんかイギリスの会社なのかな、って書いてありますね、イングランドって。このリーブスっていうのはかなり安くて、しかも割と発色も良くて、で、大きな結構サイズで売ってるので、基本の色ですね、白とか黒とかタイタニウムホワイトとか、あと青、よく使う色ですね。青とブラウン、ブラウンって言ってるんですけれども、ブラウンではないですね。バーントアンバーですかね。バーントシエナとかローアンバーですね。アンバーっていう名前が入ります。日本でだと少し名前が変わってくると思うんですけれども、多分焦げ茶ですね、ブラウン。こういったものと、あとブルーを合わせて比較的暗い黒を作ります。でも、ペインズグレーという色もあって、ペインズグレーとはこういった、これまた大きいので持ってるんですけれども、このペインズグレーですね。これは真っ黒ではなく、全部もうソリッドに塗ると真っ黒に見えるんですけれども、ちょっと青みがかった黒です。私はよくこれを使います。高校の時によく先生が、お前絶対に絵を描く時には黒を使うな、
なんか極力色を混ぜて黒に近い色を作れと言っていた記憶があるんですけれども、やっぱりちょっと微妙にこう印象は変わってきますね、あの黒を使うのと使わないので。それでペイズグレーも割とまだ黒い方なので、このウルトラマリンの色とあとローアンバーですね、これらしい色を2つ混ぜて黒を使うたりすることもあります。それからこちらはシュミンケ、これ結構ねお値段張るんですね。いいんですけど、とても素晴らしい、色がとても綺麗なんで、発色が綺麗で長持ちもすると多分塗ったと思われるんですよ。私も塗って書き入って10年経っているかいないかなんで、そのぐらいの頃の絵は今でも残ってるし、ひび割れていたりはしないんですね。だから10年は最低もってことが分かるんですけれども、このような絵の具でもですね、でもこれだともっと長持ちをするか、あと発色が綺麗というのと塗りやすいっていうのもありますね。でこれはちょっとお値段が張る分で、シュミンケというドイツですねのメーカーにあります。これ以外にもアメリカだとゴールデンとかそういったアクリル絵の具がかなり普及しているみたいで、なんだかというとそのゴールデンを購入されている方は多いですね。以上絵の具に関してはこれらしい説明なんですけれども、性質これ全般的に共通して言えることといえば、アクリル絵の具っていうのはものすごく乾燥が早いんです。でなのでオイルとかあとそれとですね、伸びがそんなにオイルとか水彩ほどな良くないので、例えば私はこういったミディアムそうですね、リターナーって言って乾燥を少し遅らせるミディアムっていうのがあるんですね。それとあとはこういったストロークとかブレンドミディアムですね、少し私もこれちょっと入れるんですが、そんなに変化はないんですけれども、やはりちょっとよくはなります。細い長い線を描きたい時などにこういったストロークブレンドミディアム使われるとそうですね、描いていて1-2-3センチ伸びは3センチまで伸びを長く描くことはできます。でもそれ以上まだいいかなという、そんなすごい効果はないですね。こういった感じです。他にも私はねもうこれなんか見ていただいてよくわかると思うんですけど、あまり使ってないですね。これも何年も持ってるんですけれども、そんなに使っておりません。もうほとんどねアクリル絵の具はというかアクリル画は水って、どうにかなるので、ほとんど水でやっているのも現状です。ミディアムをね、ミディアムとかあとそうですね、そうマットとグロスの効果ですね。マットこれなんか見てもリキテックスのマットミディアムなんですけれども、あまりこうきらびやかな一応プラスチックですので、結構こうなんて言っていいんですかね、テカテカした仕上がりになりやすいんですね、アクリルっていうのは。それを極力なくすためにはこのマットというミディアムを使います。それから逆にもっとテカテカさせたいとかいう場合はグロスミディアムを使ったり、ないしは仕上がってからグロスバーニッシュですね、ツヤ出しを後で塗ります。そういったこともできるので、でまず仕上がってもそのテカテカ感が嫌な人は今度マットをコーティングといって、バーニッシュといってマットのバーニッシュもあります。それはまた終わってからまた説明させていただきますね。絵の具に関してはこれで以上です。はいはい、それでは今度は筆ですね、ブラシの方を説明していこうかと思います。まずはこれ全部ないといけないことはないんですけれども、あったら便利という筆を紹介していこうかなと思います。まずは、今回の絵、この絵ですね、これだ と、このかなりグラデーションがすごくどう言ったらいいんですかね、ブレンドがいるって言いますかね、ブレンドが白とこの部分は青は濃いですし、この部分の白は明るいですよね。ですからその辺をきれいにブレンドしていかないと、きれいなグラデーションになっているので、その辺を表現しようと思うと、割とこういう太いブラシ、ハケですね、ほとんど日本でいう
ハケみたいな、私は今回これを使うかと思うんですけれども、このぐらいのブラシを持っているととても便利だし、色のブレンドも簡単になってきます。それとあとこのぐらいのブラシですと、もう例えばこういったところのこういった青い部分ですね、濃い青い部分を塗ったり、あとこの辺の薄いところなどはこの辺かこのぐらいのブラシあるいはこれで塗ったりとか、あとそうですね、この辺の波の細かい部分ですね、泡が立っていて丸いこうなんて言ったらいいんですかね、気泡が立っていると言いますか、そういった部分に関しては白い部分に関してはこの細いブラシで描いていくと綺麗に表現ができるかなと思います。このブラシとても変わってますでしょ、見てください、こういった感じだ、見えますかね、ギザギザになってるんですよ先っちょが。これなどは私もちょっとねいろいろ実験してみてるんですけれども、そうですね、今のところそんなに持ってるほどに効果はないんですけれども、今回また思いついた使い方があったので、もしこういうブラシがあれば、これのこのブラシもご用意いただければと思います。ブラシに関しては以上です。はい、ここまでお付き合いくださいまして、くださってどうもありがとうございます。今からそれでは早速色を塗っていこうと思います。そうですね、色の方なんですけれども、皆さんセルリアンブルー、多分日本のだとセルリアンブルーという名前のあれですね、ブルー、ここがこうちょっと濃いんですけれども、ウルトラマリンも少し入れますかね。ウルトラマリンは多分ウルトラマリンという名前だと思うんですけれども、日本の絵の具だとここに少しだけウルトラマリンと、ここからだんだんセルリアンブルーになっていって、じゃあここから白になっていくっていう形にしたいと思いますので、とりあえずはここのパレットに色を塗っておいていきます。とりあえず少しですね、キャンバスはかなり小さいのでセルリアンブルーそれと、白をかなり使います。おそらくこれで私ちょっと出しすぎたかもしれません。タイタニウムホワイトをかなりこのぐらい、もうちょっとですね、このぐらいは必要ですね。はい、で少し色を塗れていきます。筆をまず水に濡らします。そしてほんのちょっとだけウルトラマリンを取ります。こんな感じですかね。そしてここにキャンバスがあるんですけれども、もうこれは汚れちゃっていいので思い切っていきますね。こんな形で塗ります。そして今度はセルビアンブルーですね。ちょっと色が違うね。ちょっと混ぜますね。こんな具材ですね。白を混ぜます。そしてちょっと塗っていきます。もうちょっと濃いですね、上の方。まあ一回ここまで塗ります。明るいので白い部分を入れます。ちょっと水を、ここがかなり明るいのでこのマスキングテープの上もう貼ってあるので堂々と塗っていきましょう。ここはちょっと濃くなったのでもう少し白を混ぜます。それで薄くしますね。で、まだ乾かないうちに、乾きが早いのでトイレに行ってる間でも乾いてしまうので気をつけてください。塗る前にはちゃんとお手洗いは済ませてくださいね。こんな感じでだいぶ、はい、色
理想の色になってきました。もう少しウルトラマリンを上の方、一回筆洗います。白が入っているので、どうしても明るくなってしまうので一度筆洗います。ちょっと濃いめのブルーを入れますね。でまだ下のこのセルリアンブルーが残っているのでちゃんともらっていきます。はい、ちょっと立ちますね。もうちょっとこのセルリアンブルー、ここはちょっと境界がはっきりしすぎているので、と一度乾いてしまってもですね、まあその上にまた明るい色も乗せれるのでそんなに気にすることはないですね。でここはちょっともっと白いかな、もうちょっと白を入れます。ここはちょっと白くなってきたな。でこうやってやってるのも結構楽しいんでねはい、でもうちょっと、セルリアンブルーとこのままでこの辺に入れましょう。でウルトラマリンちょっとセルリアンとなってこんな感じね。濃い感じですね、端がこんな感じでで切ります。はい、もうちょっと私的にはウルトラマリンを入れたいのでここをもうちょっと濃いウルトラマリンにします。ちょっと足りないですね、私出すぎたかもしれないと言いましたが足りないようでした。します。で今度はここはちょっとまた濃くなりましたので白い色で重ねていきます。はい、もうこのぐらいにしときましょうかね。はい。